英乱戦争、英乱戦争、英乱戦争は17世紀後半の3時にわたるイングランドとネーデルラント連邦共和国、オランダ共和国の戦争であるが18世紀の戦争も同様に呼ばれる。イギリス・オランダ戦争とも呼ばれる。17世紀初めには英乱両国はカトリックのスペイン・ポルトガル勢力に対して協力関係にあったが オランダ東インド会社の実力がイギリス東インド会社を上回り1623年のアンボイナ事件を契機にイングランドは東南アジアや東アジアから撤退せざるを得なくなった。高領貿易を独占したオランダにはアジアの富が流入しイングランドでは反オランダ感情が高まった。戦争は海戦が中心で 双方とも相手方の本土に進行することはなく、いずれも中途半端な結果に終わった。イングランドは3時にわたってオランダと開戦し、オランダ経済に大打撃を与えたが、皮肉にも1688年の名誉革命により、かつて敵対したオランダ総督ウィレム3世を、イングランド王ウィリアム3世として迎えることとなる。18世紀に行われた第4次英蘭戦争により、 オランダの国力は疲弊し、海上交易における優勢を失った。所長を務めるのような多くの巧妙な歴史家たちは、この戦争を17世紀の一連の戦争と原因が異なるので、一緒にしない方が良いとしている。歴史家によっては、イギリスとバタビア共和国の戦争、及びナポレオン時代のホラント王国との戦争を、それぞれ第5次、第6次エ乱ラン戦争と呼んでいる。 1651年に制定された公開条例をきっかけに、1652年から1654年にかけて、オリバー・クロムウェルのイングランド共和国とネーデルラント連邦共和国、オランダの間で戦われた。イングランド艦隊は東、インドなどからアジアの富を満載して帰国するオランダ戦団をイギリス海峡で襲撃し、打歩し始めた。このため当初は、 イギリス海峡の正解圏が焦点となった。当時オランダの造船能力は世界最高水準にあり、オランダ製の大型軍艦はすでに輸出商品として確立されていたが、常設の大艦隊を保有しない方針であること、小型艦中心のオランダ艦隊は、大型艦中心のスペイン艦隊に常に勝利し続けたこと、通称ルートの保護のためには、小型艦の数を揃えた方が便利である。 党の理由により、ブルジョア政治家たちは、大型軍艦建造を承認しなかった。また、オランダの沿岸は、水深が浅いため、喫水が深くなる大型艦が運用しづらいという、事情もあった。これに対して、イングランド側はよく装備された大型軍艦を投入、単純人という戦術で、オランダ海軍と拮抗した。ヨハンデ・デウィットラ一部の進歩的政治家や現場の海軍、 士官たちは大型艦の必要性気づいていたが対応は遅れた。1652年から1653年にかけてオランダのマールテントロンプ提督はロバート・ブレイク率いる優勢なイングランド海軍に対して奮戦したものの装備の差は通ることもできず、ややではイングランドが優勢であった。オランダはで勝利したもののでは敗れた。 重傷を負ったブレイクと交代したジョージ・マンクガでオランダ海軍を破り、デンハーグ沖のでトロンプ提督が戦死してオランダはイギリス海峡の正海権を失った。オランダ船団はスコットランドの北を大きく迂回してオランダ本国に帰国しなければならなくなった。イギリス海軍はオランダ諸行の封鎖を続け貿易立国のオランダは大打撃を受けたと言われているが実際のところ 大した損害はこむっていない。イングランドの五国教となっていたクロムウェルは、理想主義的なプロテスタントエランの対等な、合法論を唱えたが、1654年に和議に、王子ウェストミンスター条約が成立、戦争は終わった。1665年から1667年にかけて、チャールズ2世をいただく王政復興後の、イングランド王国と、 デビットの率いるオランダの間で展開された。イングランド軍が北アメリカにおけるオランダ植民地ニューアムステルダムを占領したことが発端となった。前回同様イングランド艦隊はオランダ商船の打歩やオランダ諸行の封鎖を行おうとした財政難で失敗した。イングランド海軍はチャールズ2世紀の弟で海軍教のヨーク校、ジェームズ、 後のジェームズ二世とヨーク公のいとこのカンバーランド公、ルパート、共和制でイングランド海軍の提督だったサンドウッチ伯爵、エドワード・モンタギュルが指揮を取っていた。オランダは陸軍出身で政治的人事で登用されたオブダム提督が司令官として海軍を率いてイングランド海軍と戦うことになる。1665年。 ヨーク港を率いるイングランド海軍は、ローストフとの海戦で勝利したが、ここで、オブダム提督が戦死したため、アフリカから帰国したデロイテルが、オランダ艦隊司令長官となり、帰ってヤブヘビとなる。ヨーク港は、チャールズ2世の後継者でもあるため、万が一の危険を恐れた、チャールズ2世の命令で後方に回され、サンドウィッチが不正疑惑で左遷されると、 第一次英乱戦争で活躍したマンクが復帰して、ルパートと共に戦った。1666年、フランスがオランダと同盟を結んで、前線布告したことを知ったイングランドは、ルパート艦隊をフランス艦隊に差し向けたが、戦力を分散したまま、オランダ海軍に遭遇。マンクは、オランダ海軍より少ない艦隊で交戦する羽目になった6月11日から14日。 旧暦では6月1日から4日。4日目には、ルパートの艦隊が合流し、イングランド側が戦力的に優位に立ったが、それでもイングランド海軍は大損害を受けて敗北した。オランダ海軍の損害はわずかだったが、マンクは戦果を過大に報告した。7月に起こったでは、イングランド海軍は前回の反省からマンクとルパートが共同戦生を張り、 オランダ海軍と対決、一応は、勝利を飾った。またもマンクは、戦火を古代に報告したが、実際の損害は、A1 隻、オランダ2隻で、双方ともごくわずかであった。予生を買った8月のオランダ沿岸襲撃、ホームズの焚き火も成功を収めたが、その翌月には、オランダ艦隊は再び海峡に進出しており、イングランド優勢とはならなかった。しかし、 オランダ側は、ゼーランと海軍司令部の名称、ヨハン・エベルト戦をはじめとする5人の召喚が戦する痛手を受けた上に、命令無視虫を咎められたコルネリスト・ロンプが解任された。この後、オランダ側は、イングランドの同盟国であるドイツの少書法からの陸軍の侵入や艦隊司令官でロイテルの病気療養などもあって、会場において積極的な行動は取らなかった。 この戦争が始まると、イングランドではペストが流行したり、ロンドン大火が起こったりして、財政難に陥り沿線気分が漂った。翌1667年、和平を考えていたデウィットは、ロイテルとニー・コルネリス・デウィットを乗せたオランダ艦隊を、テムズ川に侵入させて、チャタム周辺に停泊中の軍艦を焼き討ちにし、イングランド艦隊総機関ロイヤル・チャールズを含めた。 数隻を捕獲したメドウェイ川劇。イングランドは決定的敗北を遂げたのだが、フランス軍の南ネーデルラント、現在のベルギー・ルクセンブルク進行、ネーデルラント継承戦争に対処するため、オランダ側がイングランドと協力する方針に転換した。そのため1667年7月31日、講和の条件をかなり譲歩したブレダの和訳が結ばれ、 戦争は終結した、フランスとも和睦。オランダはこの和訳で、ニューアムステルダム、現在のニューヨークを含む北米植民地、ニューネーデルラント、現在のニューヨーク州。毛川貿易の中心地をイングランドに割上したが、バンダ諸島のランジマ、高新量貿易の中心地などをオランダが占領し、南アメリカのギアナ地方の一部は、そのまま、オランダ領ギアナ、現在のスリナムとなった。 当初フランスの侵略意図が明らかになると、デウィットは1668年に A、ズイランの間で三国同盟を結び、これを脅威と見たフランスは、アーヘンの和訳で、ネーデルランと継承戦争を終わらせた。しかし、ルイ14世は、オランダの妨害を根に持つと、絶世の美女ルイーズ、ケルアイを与えて、チャールズ2世を牢落し、イングランドを味方につけた。チャールズ2世は、 フランスのルイ14世とドーバーの密約を締結。密約が発覚して三国同盟が破綻すると、1672年には、普通同盟が締結された。1672年、フランス軍はオランダに侵攻して、国土の大部分を占領したが、オランダ側は堤防を決壊させて、洪水戦でオランダを水浸しにし、なんとか、フランス軍によるアムステルダム占領を防いだ。 危機に瀕した国内では、オラニエコールナッサウケの統領、総督職復帰を望む声が強まり、若いオラニエコウウィレム三世、後のウィリアム三世が、軍最高司令官、ついで統領に就任した。その後で発生した暴動により、デビット兄弟は民衆に斬殺された。ウィレム三世は、オーストリア、スペインと同盟を結んで、フランスを包囲し、フランス軍を撤退させている。 チャールズ2世は1672年から1674年にかけてフランスの始めた普乱戦争に予定通り協力する極地戦の形で第三次英乱戦争を開始した。戦争初期の1672年にイングランドはヨーク港サンドウィッチが艦隊を指揮、フランスとの連合大艦隊を組織してオランダ上陸作戦の準備を開始したが停泊中に ロイテルに奇襲され、大損害を受けた72年中のオランダ上陸作戦は実行不可能となったソウルベイの海戦。サンドウィッチは戦死、ヨーク港は清掃の煽りを受けて辞任して、ルパート艦隊の指揮を受け継いだ。1673年にルパートはテセル島の海戦でオランダ海軍に挑んだが、いずれもロイテル艦隊に敗北したためオランダ進行は不可能になり、 フランスとの連携ができなくなった。一方、イングランド議会では、オランダが、フランスの手に落ちればイングランドは、フランス重症主義によって、経済的に屈服させられるという声が高まり、チャールズ二世に、新仏路線撤回を求めるようになった。このため、1674年に、チャールズ二世は、ウェストミンスター条約でオランダと、和睦、1677年には、メイで、 ヨーク公の娘メアリー、後のメアリー二世をウィリアム三世に嫁がせて同盟を結び国内の不満の沈静化に努めることになった。この戦争は1780年に始まり1784年に終わった。1688年の名誉革命はウィリアム三世をメアリー二世と共に,共に共同統治者に据えることで両国の問題に終止符を打った。しかし、 オランダの大商人たちは、ロンドンを新たな貿易拠点として使用するようなり、オランダの経済成長は、緩慢になってきた。また、ウィリアム3世が、いかなるエーラン艦隊も見ないイギリスの指示に従い、オランダ海軍が、イギリス海軍の60%に抑えることにしたため、1720年頃より、オランダ経済は発展しなくなってきた。1780年頃には、 イギリス王国の創生産量はオランダ共和国のそれを上回るようになった。17世紀のオランダの商業上の成功はイギリスの競争を煽ったが、18世紀後半におけるイギリスの成長はオランダの憤りに火をつけた。オランダがアメリカ独立戦争でアメリカを援助し始めた時に第四次英乱戦争が勃発し、イギリスとの同盟の喪失はフランスからの侵攻を 促すことにつながった。これは政権の交代を意味した。オランダ海軍は以前と違い20隻程度の船しか保有しておらず艦隊はなかった。イギリスはプロイセンの軍事圧力があることを理由に共和国をイギリスの保護国化することに努めており、オランダの持つ植民地までも影響下に入れようとしていた。それでもオランダはケープコロニー、 セイロン島やマラッカのようなアジアとヨーロッパをつなぐ、交易の上での重要拠点を放置してた。戦争が始まると、オランダは18世紀の最後の25年間に95隻の戦艦を建造したが、イギリスはそれに倍する艦隊を保有しており、数的優勢を維持していた。1793年から1815年までのフランス革命からナポレオン戦争の時期、フランス帝国は、 ネーデルラント連邦共和国、オランダ共和国を衛星国化し、バタビア共和国、ホラント王国、1810年には併合した。1797年のキャンパーダウンの海戦で、オランダ艦隊はイギリスに敗れた。フランスは、オランダ艦隊の存在と大きな造船能力の両方が非常に重要な資産であると考えていたが、トラファルガーの海戦の後、 オランダロビーの強力な後押しにもかかわらず、イギリスに対抗する努力を諦めた。イギリスはオランダの植民地の大部分を取得した。1815年のウィーン会議において、ネーデルラント連合王国、1815年から1839年が設置される。1824年にイギリスとオランダの間で英蘭協約が結ばれた時に、オランダが保有する海外領土は、 オランダ領東、インド、ゲインドネシア、オランダ領ギアナ、ゲンスリナム。西側に、イギリス領ギアナができて縮小したと、召喚である日本の出島だけとなった。一方、イギリスが海峡植民地、ゲンマレーシア、シンガポールを形成することに成功すると、オランダ以上の海軍力によって、東アジアの軍事バランスが崩れ、1840年のアヘン戦争で、 新朝中国へ進出して三角貿易を開始した欧州列強の東方問題やグレートゲームがアジアを巻き込むきっかけになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。